はい、こんにちは、シンです。今日はですね、大相撲、アクションの、お話で、ちょっとね、あんまり使われてない機能をですね、音声操作、音声での操作に関してちょっと、動画上げようかなと思います。今映ってるのはこれ、DJI 大相撲アクションです。で、まあ、電源入れますよね。で、録画するときは、スタートレコーディング。で、録画開始されます。で、ストップレコーディング。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 英語なんでね、認識率はちょっと悪いかもしれないです。で、画面の遷移、画面を、フロント画面とバックの画面切り替えるのも音声でできるんで、スイッチ、スクリーン、スイッチ。これスイッチスクリーンって言うと変わるんですけど、スイッチだけでも変わることが可能みたいですね。スイッチ。スイッチ。で、これで、あとは写真を撮る。take photo。これで写真が撮れます。で、あとは shut down。shut 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 down。シャットダウン、やっとシャットダウンしてくれましたけども、やっぱりね、英語なんで日本人の私だとですね、ちょっとね認識率が悪いんで、これ外で使えると便利なんですけどね。ただ認識率が悪いんで、動画撮ろうと思った時に喋んないといけないのと、あとね、ストップレコーディングの場合は声が入っちゃうんで、後で切らないといけないってことになるんで、ちょっと面倒かなという感じがします。なので、で誰もいないとこで、いろいろ機材ね、ここにマイクをつけたりとかした場合、ちょっとこれコントロールっていうかボタンが押せないんで、そういう時に音声を使うと便利なんですけども、なかなかね、外で人がいると、やりにくい機能だとは思いますけども、使うとね結構便利なんですよね。まあ、例えばスイッチ、スイッチ、こうやって画面の変更をできるんで、スイッチ、スイッチ、なんでこれができたらね、まあ楽は楽ですよね。自撮りする方は特に。ということで、DJI 大相撲アクションの音声操作について、ちょっと動画を作ってみました。ではまた。